よし。福岡っつった？ここに落ちるの？5分。いや、イエス。ねえ、セアロートってやばくない？大丈夫っすよ。そうだよ。東京とかもさ、結局大丈夫だったでしょ。あれ、でもどっか街がすっごい吹っ飛んだよね。ぐっちゃぐちゃに。あれどこだっけ？おお、それが東京だって。外国からミサイルが発射された。お父さん逃げなきゃ。着弾は行け。俺はここにおる。何言ってるのよお父さん。外に旦那がおるやろが。お前は一緒におれ。 OK bitch whatever you say。 パパ、あと4分じゃない。どうしよう。お姉ちゃん、ひなこ、お姉ちゃん、私死んじゃうの？そんなことない、絶対大丈夫だから。お父さん、どんな時でも笑え。お前には笑顔が一番似合う。てか逃げても意味ないじゃん。大丈夫？大丈夫。え？もしかして迷子？違うけど、もうお母さんには会えない。ちょっと勘弁してよ。え？てか、誰か？この子のお母さんいませんか？結婚したかったな。死にたくない。パパ、聞いて。私に幸せだったよ。パパ、大丈夫。もう時間がない。誰かそれ。私、絵本作家やってるの。で、その絵本の、これ最後のページ、持ってきちゃった。バカだよね。どういう話？まあ、いろいろあって、最後には、幸せな青い鳥が飛んできて、幸せになるの。そんな話。青い鳥書き損ねちゃった。みんな死んじゃうけどさ、私みんなと一緒でラッキーだったな。うるせえよ。パパは私たちの分までしっかり生きて。パパ、愛してる、愛してる。生まれ変わった。こいたねー。
ごめんな。こんなおばちゃんと最後だなんて。でも一人じゃないからマスでしょ。